竜宮の石踏みと竜宮街道竜宮街道から望む佐市竜宮大展望公園の一竜宮街道は北海道門別郡遊別町といとこにある道である竜宮街道には竜宮大展望公園がありサロマ湖及びオホーツク海を一望できる展望台が設置されている公園には竜宮の碑がありこの地を命名した詩人大町慶月の花火碑も混流されている 竜宮街道は、優別町の市街地から緑地等管理中央、センターレイクパレスや三里浜キャンプ場へと続いている、一般道道であり、約12キロメートルある観光ルートとなっている。1921年に、優別町と江戸この街道に訪れた歌人である、大町慶月は、おほうつく海とサロマ湖の景観に魅せられ、この地へつながるサスを、 竜宮へ続く道と感銘したことから名付けられた。竜宮の石踏みには、行刑記念碑、京月の下碑、皇太子碑の下碑、竜宮の石踏みが設けられている。石碑には、第5回全国豊かな海づくり大会による皇太子、皇太子碑の行行記念碑、次に桂月の下碑、後ろに、皇太子碑の下碑、さす越えて、 おほうつくの海望のみたりサロマの水に事魚を放ちてとあり、奥に、竜宮の石踏みが置かれている。大町慶月の下避に書かれている内容は次の通りで、ある。機械草天空に接するマートリンコン川の地に通る百里の、京島ハローのうち公然として疑う。ゼリュウウに至るかとここには珍しい草花があり、天空に接しているような馬車の通った後は、川の地のように残っている。 長く狭い巣は、波浪の中にある、この景色を眺めていると公然として、竜宮へ続く道かと疑ってしまう。ありがとうございます。